マイケルイアン・マンシェンは、イングランド・ロンドン出身のサッカー選手。バートン・アルビオン FC 所属。ポジションはディフェンダー。セーシェルにルーツを持つ。9歳から、チェルシー FC のアカデミーに所属。2006年に、プロ契約を締結し、最初の2シーズン半は、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC とウルバー・ハンプトン、ワンダラーズ FC にレンタルされ経験を積んだ。 レンタル復帰後の2009年2月14日、FA カップのアトォード FC 戦でトップチームデビューを果たした。2009から10シーズンには守備的 MF のポジションで出場し、クロード・マケレレを彷彿とさせるプレーを披露するなど、新たな仕事場を得た。2011年6月1日にハンブルガー SV へ完全移籍した。2014年7月16日、 U-21 イングランド代表で指導を受けた、スチュアート・ピアース率いるノッティンガム・フォレスト FC に加入。2018年8月3日、アメリカメジャーリーグサッカーのニューイングランドレボリューションに移籍。2021年2月9日、バートン・アルビオン FC にシーズン終了までの契約で移籍した。U-21 では、中心選手として活躍。 2008から09シーズンにはレンタル移籍していたウルバーハンプトン・アンダラーズ FC での活躍がファビオカ・ペッロに評価され2008年11月15日のドイツ代表戦でイングランド代表にサプライズ召集されたシンデレラボーイなどと騒がれたが出場機会は訪れなかったありがとうございます